こんばんは。お疲れ様です。今日はですね、先日ご紹介したこのカルミナの、ジップアップシューズですね、ジップアップブーツの、表面磨きをですね、していこうというふうに思います。やはりこれだけですね、素材感がこう前面に出ている靴っていうのは、表面磨きした方が多分映える。ウエストのチェルシーブーツの回でもお話しいたしましたが、このマットな感じもすごい革の質感が出てかっこいいんですけど、表面磨きをして、で、表面との、グラデーションつけることですごく靴のまた立体感みたいなものが浮き出るのかなと思います。で、何色のワックスにしようかなと思ったんですけど、今日はサフィールの、グロスのニュートラル、無色のものですね。ちょっと靴クリームとか使いながらやってるので、ちょっと黒色が入ったりしてますけど、ニュートラルです。お、これを使ってですね、今日は塗り込んでいこうと思います。いや、新品の靴って、ああ、革のいい匂いがしますね。変態感が漂っておりますけれども、じゃあ今日、早速ですね、磨いていきましょう。で、このニュートラルのワックスは私個人的にものすごくおすすめでして、他の色とは全く違う質感なんですよ。もうちょっと2本指で磨いていこうかな。他の靴とは全く違う質感で、溶けるのが早くてすぐ馴染む。染色料みたいなものが入ってないからだと思うんですけど、いや、綺麗な靴ですね、本当に。めっちゃ塗りやすいですね。ベースも作りやすい。で、これ他の色と混ぜて使っても私はすごくいいと思いますね。例えば黒とかね、ネイビーとか、そういった色と混ぜて使ってもすごく、映える靴になると思いますね。やっぱり盤面が大きいので、まあ、黒で磨いても良かったんですけどね。今日はちょっと気分的にクリアに仕上げたいなと。いう気分だったので、どんなうまく磨き上げられるか分かりませんけども、そういった出来上がりをイメージしてやっていこうと思いますね。よいしょ。ね、もう購入時にクリームは塗っていただいて、一定程度ね、ツヤは出てるんですけど、表面することでまた表情も変わるのかなと思いますね。ちょっとね、また最近靴のモチベーションが高まってきてですね、欲しい靴がいっぱい出てきちゃったんですよね。どうしようかなと思ってるんですけど。やっぱりね、靴って売り切れちゃうんじゃないかなとか、今しか買えないんじゃないかなとか思うと、なかなかね、買いづらいところではありますね。
今靴も高いですからね。だいぶいろんなものが値上げされてしまって。革靴の値段がこれから下がることがあるのかって思っちゃいますね。なんかまあでもなんか下がることはないような気がしますね、中長期的に見てね。しゃあないですな、こればっかりは。このレザー自体も供給量が減ってきてるし、まああと今円安が効いてますよね、だいぶ。円安もちょっと終わりが見えない感じがしますね。ねえ、もうちょっと、もうちょっと落ち着いてくれるかなと思ってたんですけど、そんなに金利も、円金にも上がんないし、悩みどころですな。靴だけじゃなくて、こう投資とかもね、株も、何買おうか悩みますな。ちょっとね、株で儲かった分しか靴買わないとかね、そういう自分ルールを作ろうかななんて思ったりもしてるんですけどね。でもそういう風にしないとちょっと再現ないんでね、本当に。よいしょ。いや、やっぱりニュートラル使いやすいっすね。これは自信を持っておすすめしたい。私が気に入ってるワックスは、まあ、サフィールのこの、ワックスが一番ですね、定番というか、皆さん使っておれるものじゃないかなと思うんですけど、あと好きな人はキビとかですね。使っておられる方が多いイメージです。ちょっといつもより広い範囲に塗ってます。私が好きなワックスは、あとはサフィール と、あとファマコのワックスが私はすごく好きですね。質感が柔らかくて使いやすい。顔に優しい感じがする。で、香りですね。やっぱり石油臭とか結構えげつない匂いがすると、皮にあんまり良くないんじゃないかなっていう気がして、僕はあんまり石油系の、メンテ用品は使わないですね。で、こうベース重ねてくるとどっかのタイミングで、まあ、だんだん乾いてくるんですけど、こう指が重くなってくるタイミングがある。3層目ぐらいから私はその感覚があるんですけど、でそのぐらいから少し力を緩めながら指で表面するイメージでやってますね。
いつも言っていることですが、指でこうさすってあげるともうちょっと輝き始めるんですよね、ワックスの層が。でこういうふうにしてから布でやると表面しやすいかなって私は勝手に思ってます。誰が言ってるかは誰が言ってるかっていうと、ただただ私の経験上です。指で軽くさすって表面の層っていうのをこの後水で研ぐんですけど、その前にこうやって整えておいてあげると私個人としてはやりやすいかなってイメージを持ってますね。であんまり分厚く塗りすぎても靴に良くないですし、落とすのもめんどいんでこのぐらいでいいかなってと思ってますね。それではやっていきましょうか。鏡面ですね。いよいよこのサフィールの磨き布は私は結構気に入ってます。で私は水分調整上手じゃないので、こうやって水を2滴ぐらいですかね、乗っけてワックスを少し布につけて磨いていきます。ちょっと水足りなかったかなっていう風に調節しやすいんですよね、布に直接入れない方が。上手な方はですね、もう布ハンドラップとかでやられたらいいかなと思うんですけどね、私は下手くそなのでこういう形でやっておりますね。初めから鱗消す人もいますけどね、鱗は初めからこう消せる人は消してやっていいと思うんですけど、私はできないのでのんびりやっていきますね。こう鏡面がうまくいくときって、こう水動いてこうワックス広げたときにあんまり引っかからないというか、スーッてこう伸びていくんですよね。ちょっと右足は正直ちょっと乾かす時間が短かったから今一旦置いてるんですけど、左足の方がですね、置いておいて一定程度乾いてるので、こっちの方がうまくいきそうですね。
綺麗な鱗ができるとやっぱり鏡面ってうまくいく気がしますね。こういうふうに。じゃあちょっと右足がですね、先ほどちょっとうまくいかなかったので、もう一回チャレンジ。水がですね、少なすぎても滑らんのですよね。ここの塩梅が難しいですな。あ、今回はうまくいきそう。うん、やっぱりちょっと乾いてなかったです。乾ききってなかったですね、さっきは。うん、今度はいい感じです。うん、いい感じですね。通知音がめっちゃ来てますが、ちょっとお気になさらず。なんか YouTube とか見ててこういう通知音来ると自分のスマホになったんちゃうかなと思って一瞬ビクッとしますよね。ごめんなさい。誰やろ。ほい。よいしょ。もう一遍左。左ももう結構いい感じですね。もうあとワンターンぐらいで次の右足で鱗を消しにかかろうと思いますね。私そういう靴磨きして思い出すのが、私スコッチグレインの靴磨き教室って行ったことがあるんですよね。銀座店でしたけど、懐かしいな。そこでスコッチグレインの職人の方が来られてモルトドレッシングを教えていただくみたいな会があって、そこで靴磨きを教えていただいたことがございますですね。社会人2年目とか3年目とかでしたけど、いや楽しかったですね。なんかそこで指サックとかもらって、その指サックを今でも使ってるんですけど、こう全体的に流してあげてグローブを消していきます。
いやー、美しいブーツですね、本当に。こういうデザインのブーツってね、なんだろう、ちょっと2000円3000円で売ってるデザインもありますよね。まあもちろんレザーじゃないですけどね。こう内側にジップつけるだけでいいんで、制作費はそんなにかからんのかなと思ったりしながら、そういう靴を見たら思ってますけど。なかなかこのデザインでここまで作りが良くて、バランスがいい素材とシルエットと作りデザインっていう靴はまあないですね。この靴買おうと思ったらやっぱりカルミナかなと思いますね。まああと作ってるとしたら TLB あたりですか。TLB とかヤンコとかも、ちょっとスペイン系のメーカーが結構こういうデザインですね、作ってもおかしくないなと思いますけど、ジョンボグはあったかなって感じですね。ジョンログなんかあった気がしますね、そういえば。
よし。ちょっとすいません。終盤仕上げに向かってめちゃくちゃ無口になってしまいましたが、
こんな形でですね、鏡面磨きいたしました。どうでしょう。結構ですね、光沢も出て、初めのこの磨いてなかった時とはだいぶ違った印象になったかなっていうふうに思いますね。で、ヤギ毛でこう整えたりみたいな、グラデーション消したりっていうことをされる方もいらっしゃいますけど、ちょっと私ヤギ毛やってあんまり良かったことがなくて、逆に曇っちゃうんですよね。だから私はもう磨き上げたらもうそれでこうやって手でなじませて終わりって感じにしてますね。ヤギ毛ブラシでこうやってしまうと、このせっかくできた鏡面がね、僕は消えちゃうんですよ。どうやってやってるのか僕もよくわかんないですけど。こんな感じで、こう、ベルルッティのホームページかな。靴はこうやって触ってあげるだけでも、手の油で、捕獲ができるから、で、ベルルッティレベルになると、こう、置物として買う人もいらっしゃるみたいなんですけど、そういう靴はこうやって手で触ってあげるといいらしいですよ。まあ、でも、カルミナも、ね、まあ、カルミナもっていうか、こうやって手で、どんな靴でもこうやって手で触ってあげるだけでだいぶ違うと思いますんで。はい。これで、今日は、よしとしようかなと思いますね。もっと光らせたい人は光らせてもいいと思うんですけど、そうなると結構、けばい感じになってしまうんですよね。どこにでも履いていけるみたいな感じではなくなってしまうと思うので、私は最近このぐらい2往復、ワックスベース作り2往復、ないし3往復ぐらいして、磨いて、ちょっとじんわり光らせる。この皮の質感、あんまり潰しすぎないような、磨き方を最近はしておりますね。もうここは好みですね。はっきり申し上げて。703、すいません。705とかはね、ピッカピカに磨かせても、光らせてもいいと思いますけれども、まあそこは、その靴とか、その時々の自分の好みとかに合わせてですね、調整されるのがよろしいかなというふうに思います。はい。そんな感じでですね、今日はカルミナのジップアップブーツの、鏡面磨きでございました。このサフィールのニュートラルのワックスは非常におすすめですので、気になられた方はチェックしてみていただければと思います。はい。そんな感じで今日も、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。